はいどうも、ミニマリストたけるです。本日の動画ではミニマリストが節約貯蓄のためにやめたこと始めたことについてお話をお伺いしたいと思います。それでは自己紹介お願いします。はい、YouTube での発信活動も行っておりますミニマリストのしんと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで本日はですね、節約貯蓄ということで、いろいろお金の質問していきたいと思うんですけども、はい、まず最初簡単な質問を2つほどさせていただきたくて、はい、しんさんが節約を始めたきっかけからお願いします。はい、元々将来に対する漠然とした不安を感じやすいタイプで、はい、社会人になってからはちょくちょく貯金はするようにはしていました。おー、なるほど。はい、で最近になって投資を始めて目標金額を設定したので、再度本格的に節約を意識し始めたっていう状態になってます。ということですね。はい、投資は去年から、今年からです、ね、今年から30歳になったタイミングでっていう、はい、30歳になったタイミングで申し込んで、はい、そこから1年ダラダラやらずにって本当に同じっていう境遇があ、なるほど。で31になってもそろそろやらないとっていうことで、はい、今年の1月からしっかり始めたということですね。はい、続いての質問は、分かりやすい節約や貯蓄の成果やご実績変化などがあれば教えてください。はい、以前たけるさんの動画でもお話しさせていただいたんですが、以前生活費が22万円だったところ16万円、まあ、6万円の削減、年間72万円の節約になってます。ということですね。はい、で、まあ、節約になって投資も始めて、まあ、順調に貯金が溜まってるみたいな。はい、そうですね。はい、いう感じでありがとうございます。そんなしんさんにですね、節約貯蓄のためにやめたことや始めたことなど、いろいろ深掘っていきたいと思います。では早速1個目のテーマは完全にやめたことですね。はいはい、こちら2つあるそうなので1個目からお願いします。はい、完全にやめたこと何かなって考えた時に、はい、正直そんなに思い浮かぶことがなくて、はい、僕は多分こう完璧に何かをやらないって決めてるよりは、全体的に削ぎ落として、まあ、最小限にたくさんのカテゴリーをしてったっていう感じになるんですけど、まあ、あえてあげるとすると、はい、大手キャリアは解約しました。はい、はい、ということですね。ちなみに今はもう格安 SIM を使ってるっていう感じで、はい、何のキャリアさんから何のキャリアに移行した？ドコモさんから楽天モバイル、はい、変更しました。ということですね。はい、なんかきっかけとかはありましたか？まあ、格安 SIM に変えなきゃいけないなっていうのは、固定費を見直す段階で感じていて、でちょうどまあ楽天さんが1年間無料とかのキャンペーンをやっていたので、うんうん、楽天さんにしようと思って変更しました。ということですね。はい、ざっくりおいくらからおいくらぐらいになったとか。おそらく6000、7000ぐらい払っていたのを、はい、今は3000円ぐらい、半分にはなっていると思います。ということですね。はい、まあ、これも本当固定費としては大きいですからね。はい、はい、続いて2つ目、完全にやめたことをお願いします。はい、保険ですね。保険、はい、まあ、いわゆる生命保険的な感じ。そうです。はい、これなんかやめるきっかけとか何かありましたか？これも固定費の見直しを実施していた時に、保険はもともと親が入れてくれていたものを引き継いで支払いを毎月していたんですけれども、何のために入ってるかってことを理解してなかったのでなるほど、はい、見直した時に今自分の生活には必要ないっていうふうに判断をして見直してやめることをしました。ということですね。はい、ちなみに保険代はざっくりおいくらぐらいだったんですか？でもそんなにかけてはなくて 2,3 円だったと思います。あ、そうですね。はい、まあ、でも年間にしたら2万円3万円とまあそうですねかかってきますしね。はい、まあ、実際やめてみてやっぱ良かったですか？そうですね、しっかり保険の勉強も少しさせてもらった上で必要ないって判断できているので、やめて支障は出てないです。ということですね。はい、今後入る予定とかはありそうですか？まあ、今の生活状況だったらないと。ないということで、はい、まあ、実際にじゃあ大手キャリア通信費と、まあ、保険費用はまあ減らして解約したりとかしてよかったかなという感じですね。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。では続いて2つ目のテーマは、はい、無理しない程度に減らしたことということで、はい、7つあるそうなので1個目からお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、重要だなと思うのは最初にお伝えする3つになるんですけれども、はい、1つ目が必要のない外出になります。ということですね。はいはい、こちら無理しない程度に減らした理由とかきっかけとかありましたか？まあ、現情勢を踏まえっていうこともあるんですけれども、うん、やっぱり外出をしてしまうと出費をしたくなる誘惑でたくさん出てくるので、必要のない外出はなるべく、まあ、避けるようにはしています。うん、はい、もう目的以外はなるべく出かけないとか。そうですね、なんかウィンドウショッピングとか、はい、なんか友達とフラッと商業施設に行くとか、そういうことをするとどうしても出費がかさみますので、はいはいはい、まあ、そういったことはあまりしないようにはなりました。ね、ということですね。はい、なんかそうするとインドアというか引きこもりがちになったりとかしないですか？はい、あ、なります、はい、引きこもりになりそうな。はい、そうですね。はいはい、なんで家で自分自身が充実してできる、お金のかけないこう趣味みたいなものも見つけてみようみたいな新しい視点で生活をするようにも変わってきました。
ました。いいですね。まあ、外で見つけるのも一個ありかもしれないですけど、まあ、お金かけない分、はい、不必要に外出を減らした分、はい、まあ、家の中だったりとか、そうですね。はい、楽しみにつけてっていう感じですね。はい。二つ目、お願いします。はい。これ、ちょっと伝え方が、はい、言葉がちょっとあれなんですけど、はい、必要のない人付き合いは、はい、はい、減らしました。っていうことですね。はい、まあ、具体的にっていうと、ちょっとあれかもしれないですけど、まあ、なんかきっかけとか、理由とかがあれば。はい、そうですね。やっぱりこう人付き合いをする過程でやっぱお金は発生しやすいので、はい、ただ今僕自身こう貯金っていうところに、うん、これぐらいの目標金額を設定していて、うん、そこで貯めたいっていう目標があるので、うん、自分自身の幸福度が上がらない必要のないこう人とのお付き合いっていうのは可能であればなるべくやめて、はいはい、必要なところにお金をかけられるようにしています。うん、ということですね。はい、まあ、今どちらかというとやっぱ資産形成とか貯蓄に重きを置いて、そうですね。で、まあ、やっぱり人付き合いするとお金も少なからずかかってくるから、はい、まあ、費用対効果といいますか、はい、なんていうかちょっと言い方が難しいけど、ね、はい、まあ、なるべくちょっと不必要な、そうですね、はい、人付き合いをやめて、まあ、交際費に関わりますもんね、この。そうですね。やっぱり交際費がかさみやすい生活をしていたってことも、うん、定費を生活費を見直した過程で分かってきたので、この金額をかけるだけ必要なのかってことは少し考えるようにはなったっていうのがあると思います。もともと交際費とかはおいくらぐらいかけてたんですか？ですね、はい、まあ、4、5万とか。4、5万、結構いきますね。はい、まあ、外食したりとか、はいはい、お酒を飲みに行ったりとかってことが多かったタイプなので、はいはいはい、結構やっぱ月に換算すると4万円、5万円とかで出費をしてしまってた時もありましたね。なんかちなみに交際費は飲み会とかが多かったですか？飲食というか。飲み会が多かったと思います。なるほど。今はどうなんですか？その交際費との向き合い方変わった部分があれば。はい、今もお酒を飲むことが好き で、はい、で普段基本的に引きこもっているので、なるほど、週に1回ぐらい心を許せる友人とお酒を飲みに行くっていうのは自分にとって今は大切にしている時間なので、実施はしてるんですけど、回数を減らすっていうところと、まあ、あんまりこうお金をかけすぎないように、はい、意識をするっていうことはしています。ことですね。はい、まあ、この辺の本当人付き合いって難しいところですね。お金と、あと、まあ、はい、心の豊かさにもつながってくるから、はい、はい、なんかこの辺のうまいバランスの取り方というか、その視聴者さんに対してこうすると人間関係、まあ、うまくいくっていうとあれかもしれないですけど、はい、節約もしつつ、はい、その人間関係か、はい、あの心の豊かさをその、ね、享受するなんか秘訣とかコツがあればちょっと教えてほしいですけど。そうですね。もう本当最適量って人それぞれだと思うので、うん、はい、極限まで人付き合いをなくしても幸せに感じられる方もいらっしゃると思いますし、はい、僕はそれだとやっぱちょっと寂しさを感じたので、うん、ある程度の量は残すっていう選択をしているので、うん、こう自分の気持ちと向き合いながら調整するっていうことしかないのかなと思います。もうその人それぞれのバランスを見つつっていう。そうですね。なんかちょっと減らしてみて自分の人生の幸福度がどう変わるかっていうのを見ていただいて、うん、はい、あまり変わらないのであれば、もしお金を貯めたいんだったらお金を貯める方に、うん、シフトをチェンジしてあげてもいいのかなというふうには考えます。ことですね。はい、もう実験と検証ということで。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、重要部分の3つ目ですね。はい、お願いします。はい、3つ目が SNS を見る時間ですね。はい、こちらを、はい、まあ、無理しない程度に減らしたということで、ね、はい、きっかけとか理由ありますか？はい、まあ、大抵こうお金を使いたくなる衝動に駆られる、うん、ことって、僕の場合 SNS からの影響がすごく大きいなと思っていて、はい、やっぱりこう SNS でもう消費社会なんで、うん、もういろんなマーケティングを仕掛けられるわけじゃないですか。うん、そうですね。まあ、それで成り立ってるんですけど、うんうん、やっぱりそれに触れてしまうと、どうしても自分自身を制御するっていうのがエネルギーを使いますし、うん、はい、やっぱりこう惑わされるっていう言い方はちょっと失礼ですけれども、うん、そういった瞬間が出てしまうので、はい、なるべくこう自分にいい影響を及ぼさないなっていう SNS に関しては、うん、はい、なるべくこう情報をキャッチしない環境を作ろうっていうふうに意識はしてます。なるほど。具体的に、はい、例えば、まあ、フォローを外すのか、例えばサブスクで払って広告表示をなくすのか、はい、もうそもそものそのアプリ自体を消すのかみたいな、なんか何を具体的にどうされたのかみたいな。でも一番多かったのはフォロー自体を外すっていうことは多かったですね。そうなんですね。実際それでやっぱり広告が減ったりとかしましたか？はい、そうですね。広告も減りますし、うんうんうん、情報量が減ることによって、はい、こう自分自身の気持ちと向き合う時間が増えるので、そうすることで、なんだろうな、自分の気持ちに対して必要なお金はかけ、お金をかけるっていうところに集中できるようにはなってきたかなと思います。と、うんうん、いうことですね。はい、それこそその SNS から来るその影響ってなんか レビューとかですか？なんか商品紹介的な？はい、あ、そうですね。レビューもそうですし、はいはい、あとはなんか
気になるものを広告見たら、その後また同じようなものが出現するように広告施策打ったりするコンテンツもあったりするので、それがまた出てくるとまた欲しいなって思ってしまったりとか、そういったことはやっぱり起こりやすいので、そうですね。本当に不思議ですけど、Google かなんかでそのなんかどっか遊びに行くって検索したら、インスタの広告にそれが載ってくるというか、本当に不思議で、ちょっと恐ろしいですよね。恐ろしいですよね。もう完全になんかね、読まれてるというか、なるべくフォローもね、なるべく必要以上の情報をキャッチしないように外したりとかっていう。そうですね。結構大事ということで、はい、はい、ありがとうございます。ではでは、続いて無理しない程度に減らしたことを4つ目お願いします。はい、外食コンビニ飯も減らしました。はい、ということですね。これきっかけとか理由とかありますか？そうですね。やっぱりこう、生活費を落としたいと思った時に、うん、外食だったりコンビニ飯っていうところに、うん、結構金額を使ってる傾向が自分の場合あったので、節約をするために自炊を心がけるように変わりました。ということですね、はい。これちなみにどのタイミングですか？でも2、3年ぐらい前からですかね。はい、そうなんですね。もともと食費が、まあ、3万円くらい。はい。で、今はざっくり2万円ぐらいということで、はい、じゃあまあ外食とかコンビニ飯減らしてだいぶ節約になったっていう。そうですね。はい。なんか食事内容変わったりとかはしましたか？食事内容も少しずつ健康を意識するようにもなってきたので、この2万円のところに関しては、例えば野菜を買う金額とかをあえてかけるとかっていうこともできるようになってきましたね。はい。それこそ昔ジャンキーだった脂っこいとか。ジャンキーでした。なるほど。その辺もちょっと変わってきたわけですね、はい。そうですね。もう仕事終わったらコンビニでご飯買ってお弁当食べて寝るみたいな生活をしていたこともあったので、やっぱりお金はかさんでましたね。ということですね。はい、今ではなんかその食生活をちょっと改めてみて良かったことありますか？はい、無駄なものを入れて、うん、無駄にお金をかけるって自分としてメリットはないと思うので、うん、そうですね、はい、なんか胸を張って食生活気にしてるかって言われるほど意識はできてないんですけど、はい、はい、なんか自分の中で少しずつこう変えられたことによって、うん、長期的に見た時に健康管理とかにもつながってくるとは思うので、うん、なるほど、はい、続けていきたいなとは思ってます。ね、あと1点ちょっと気になったのが、はい、なるべく野菜は多めに取るみたいな感じですか、普段は？まあ、全く取ってなかったんですよ、今までは。どちらかというと。そうなんです、ね、なので本当に意識してもう簡単にもブロッコリー買ってみるとか、はいはいはい、一品二品野菜をスーパーに行ったら買うぐらいの意識をするぐらいですね、今は。ということですね、はい、野菜の量をちょっと変えたぐらい。そうですね、はいはい、他に何か変えたこととかありますか？とりあえずそれぐらいですか？他に、そうですね、あとは、はい、昼ご飯とかはなるべく健康を意識したいので、うん、あまりこう脂質が多いものを取らないように、うん、冷凍の鶏むね肉とかを買って、はい、茹でてブロッコリーと一緒に食べたりとか。なるほど、はい、ちょっと気をつけるようにしてことですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、続いて5つ目お願いします。はい、5つ目はお酒ですね、はいはい、お酒もまあ無理しない程度に減らしてっていう。そうですね、はい、なんか理由とかきっかけありますか？まあ、飲みすぎてたんですよね。あ、そうなんですね。でもなんかそんな、なんかお酒とかなんか結構バクバク食べてると、はい、まあね、体型的に服用感になっていくじゃないですか、はい、今そんなこともないから、はい、そんな飲んでるイメージとかはなさそうですけど、でもお酒をやっぱすごく飲んでいた頃はですね、うん、今よりももう少し体重もありましたし、体型的にもよく言われるビールっ腹って言われるような、あの下っ腹ポッコリ体型ではありました、ね、あ、そうなんですね、はい、お酒はいつぐらいのタイミングで？お酒もでもこの2年ぐらいから意識的に量を減らして変わってきましたと、はい、いうことですね、はい、もう徐々に減らしたっていう。徐々にです、はい、今もあの、はい、調整中っていう感じですね。一人でも飲むことはある？一人で飲むこともあります、はい、メインはそのお友達とのお酒とか？そうですね、基本的には一人では飲まずに週に1回か2週間に1回ぐらい友人と飲みに行くぐらいで抑えるっていうぐらいにしてます。なるほど、はい、疲れた時とかストレス溜まった時にちょっと一杯飲みたいなとかないですか？それが昔は結構強くって買いがちだったのを、ちょっとそれストレス発散方法をちょっとそのお酒ってところに逃げるのをちょっとやめたいなっていうところと、えらい、はい、そもそもストレスを抱える生活っていうことを手放そうと挑戦をしてます。なるほど、もう根本の原因を断つみたいな感じですね。はい、それこそお酒は何がお好きだったんですか？お酒でビールが好きでした。なるほど、はい、でちょっとビールっぱらというかなったわけですね、はい、今でもビールは飲む？ビールは飲みますけれども、やっぱちょっとぽっこりお腹には戻りたくないので、はい、少し制限したりはしています。っていうことですね、はい、それこそそのストレスをまあ発散するというか別のところにっていうお話ありますよ。なんか何に変えたとか何を増やしたとか、この後お話もしようと思ってるんですけど、はいはい、なんかもう少し自分の趣味だったりとか、はいはいはい、こうストレスを抱えずに何でしょう、人生を楽しむ別の発散方法として、うんうん、今 YouTube の活動とかもしてたりするんですけど、なるほど、何かこう熱中できることに時間を注げるようにシフトチェンジしてますということですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、では続いて6つ目お願いします、はい、6つ目は、被服費です、はいはい、まあ、この辺も無理しない程度に減らしたということで理由とかありますか？はい、そうですね、服も好きで、うんうん、
毎月3万円ぐらい予算を決めて購入するっていうような生活をしていたこともあったんですけれども、はい、ちょっと服にかけるあのお金っていうのを制限したいなっていう気持ちが湧いたので、はい、抑えるようにしています。ということですね、はい、以前も生活費の紹介で、お話ししていただきましたけど、以前が皮膚機3万円で、今もうほぼゼロみたいな、はい、そうですね、ほぼ買うことないすごいですね、こんなにも変わるもんですか、はい、そうですね、ここは苦労したところなんですけれども、うん、やっぱりこうあの捨て活を行って、うんうん、クローゼット自体の見直しも行って服の持ってる量を減らしたことで、うん、物欲自体も抑えることができるようになってきました、うん、ということですね、はい、これ本当でもともとシンさんファッションがお好きということですけど、はい、なんかファッション好きの方が皮膚気減らすコツみたいな何かあったりとかしますか。そうですね、好きで、うん、ファッションにお金をかけて自分自身が幸福であれば別にお金をかけ続ければ僕はいいと思ってるんですけれども、うんうんうん、本当になんかその金額をかけるだけ、価値があるのかってことを一回考えてみていただいて、うん、僕の場合はなんか3万円毎月そこに投資して戻ってくる自分への幸福度ってそこまでないなってことに気づいたので、なるほど、なんかこう自分自身が楽しめる量で、まあ、お金をかけずにファッションを楽しむって形にシフトチェンジをしたということですね、はい、もう本当皮膚費に対する費用対幸福度的なそうです、ね、のがそこまで3万円以上 の, そのリターンがちょっと見込めなかったみたいな感じです、ね、はいはい、そういうのを考えるのが好きみたいな、でも大事ですね、はいはい、ありがとうございます。はい、ということで7つ目お願いします。はい、7つ目は、まあ、細かいことになるんですけど日用品代も減らしていったかなと思います。なるほど、具体的にどういう日用品ですか。はい、スキンケア用品であったりとか掃除グッズとかっていうのは、なんだかんだこう毎月薬局に行っては買ったりしてたこともあったんですけど、今はもう最小限に留めているので、なくなったら購入するだけに抑えられていると思います。ということですね、はい、この辺は、まあ、それこそ片付けしたり、まあ、ミニマリストに向けて物減らして支出が減ったみたいなニュアンスですか。はい、おっしゃる通りです。なるほど、ちなみに今ってどれぐらいなんですかね、その月に。今でもほぼほぼ使わないので、はい、1000円2000円払うかなぐらいだと思います。なるほど、はい、以前ねその浪費家の時はまあ4000円ぐらい、はい、で今はもうその半分以下みたいな感じ で、だいぶ減った感じですね。はい、はい、まあ、実際その日用品の支出が減ってみてやっぱ暮らしぶり変わりました。買い物頻度だったりとか。はい、買い物頻度も減りましたし、はい、うんうん、なんかこう人生におけるタスクが減るので、はいはいはい、楽になりました。いいですね、はい、それこそスキンケアはもう数自体も減らしてみたいな感じ。数も減らしました。お肌の状態的にはどうですか。逆に良くなりました、はい、あ、そうなんですね。もともと肌が弱いタイプで、ニキビだとか乾燥によるこう肌のトラブルっていうことが起きやすかったんですけど、なんかこうよく分からずに化粧水乳液みたいなのを買ってパチャパチャつけてたこともあったんですけど、逆にこう肌荒れしてしまったりとかっていうトラブルが起きてたのを、今はもうオイルだけ油分だけ足すっていう形に変えたらば安定するようになりました。なるほど、最初怖くなかったですか。怖かったです。ですよね。はい、普通なんか化粧水やって、なんかそれがもう当たり前ですもんね。はい、ニキビやるときなんかニキビケアみたいなのやるとか、はい、でも全然治らんしみたいな、はい。これ減らしたらもっとひどくなるんじゃないかみたいな。はい。はい、そこはどう乗り越えたとかあれば。おそらく誰かが、その肌荒れで悩んでる方が、こういった形で解消しましたっていうような情報を見て、僕自身も取り入れたんだと思うんですけど、まずは実験がてらやってみようと思ったら、もう問題がなかったってことに気づいたので、減らすっていう決断ができたって感じですね。ここも実験検証ですね。そうですね。はい。ありがとうございます。あと、お掃除グッズに関しては、もともと何を使っていて、今はどんな感じとかありますか。なんか、お掃除グッズもですね、なんか、今はクイックルワイパーだけなんですけど、クイックルワイパーもこう水拭き用と、空拭きを買ったりとか、はい、あとはなんかこう何でしょう、匂いを取るような消臭剤とかを部屋に置いたりとか、いろんなことをしていたこともあったんですけれども、なんかあんま変わらんなと思って。なるほど。はい。一個一個こう、これ、それがなくなった時に、一回買わないで見るっていう生活をしてみた時に、問題がなかったので、そのまま買わないでいるようにしていたら、結局今はクイックルワイパーだけに住んでるみたいなことが起こってます。ということですね。はい。はい、この辺もね、掃除グッズとかもね、はい、減ってくると、まあ、買い物も楽になったりとか、はい、掃除の時とかもなんか入れ替わりとかも楽になって。そうですね。はい。はい、いいですね、はい。ありがとうございます。7つご紹介していただきましたけど、これ一番、はい、まあ、効果が大きいというか、視聴者におすすめっていうものなんかあったりとかしますか。はい、でも簡単なのはこの SNS を見る時間っていうのは自分で左右できることだと思うので、はい、はい、ちょっとトライしてみていただくと効果は出やすいかなと思います。フォローの見直し。はい、フォローの見直し、あとは時間とかも制限するとかでもいいかもしれないです、ね。そうですね。はい、まあ、この辺も見れば見るほど、まあ、テレビとかもそうかもしれないです。メディアを見れば見るほどね、コマーシャルも多くなりますし、ね、はい、ちょっと要注意ということで、はい、ありがとうございます。はい、
では、3つ目のテーマは節約のために買わなくなったもの、はい、手放したものが3つあるそうなので、はい、まず買わなくなったもの2つですね。はい、はい、お願いします。はい、1つ目、1つ目が服ですね。はい、まあ、こちらもちらっと先ほど出てきましたけど、はい、昔もともと服はどれぐらいお持ちだったんですか？服は、合計でも150着ぐらいは持っていて、はい、今は30着まで抑えてます。はい、はい、じゃあだいぶ減った感じですね。そうですね、もう減らしました。はい、なんか洋服の片付け方とか、なんかありますか？はい、減らし方というか。あ、そうですね、こう洋服に対してこだわりがあったりする方は減らしづらいと思うんですけど、うん、僕自身もそういうタイプで、うん、なかなか大幅に減らすってことができなかったので、うん、もう少しずつでいいと思います。はい、と、はい、いうことです。ちなみにどれぐらいかかりました、洋服の片付けは？今に至るまでは3、4年ぐらいはかかってると思います。結構かかりましたね。はい、そうですね、150着から100着になり50着になりみたいな形でゆっくり手放していきました。もう無理せずっていう感じですね。はい、そうですね。はい、ちなみにどんな基準で行ったんですか？まあ、これなんか色なのか頻度なのかとか。あ、そうですね、まずは使用してないものだとか劣化したものを手放すってことをまずやってみて、その後は一番わかりやすかったのは1年間着用しなかったものは必ず手放すっていうようにしていくと、何でしょう、手放しは加速したかなと思います。ということですね。はい、実際洋服今少ないですけど、なんか良かったこととか、はい、なんか幸せに感じることとか何かあったりとかしますか？そうですね、なんか洋服にかけるエネルギーが本当になくなったので、他のことにエネルギーを注げるっていうのは今の自分には合ってるかなと思います。なるほど、ということですね。はい、まあ、シンさんの、まあ、実生活の中では、はい、そんなに洋服に対してその幸福感とかあんま増さなかったみたいなイメージ。そうですね、はい、はい、ということでありがとうございます。続いて2つ目、はい、買わなくなったものをお願いします。はい、家電です。家電、はい、つまりこれどういうことですか？ですね、家電に関しては、はい、結構ミニマリストになってから生活を見直すようになって、うん、家電自体のブラッシュアップをしたいなっていう欲求が湧いてきた時期があったんですよ。はいはい、でなんか完璧を求めすぎてしまうとコストもかかりますし、うん、はい、制限ないなというふうに悩んだことがありまして、でふと我に返った時に、うん、今の生活で困ってるのであれば、うんうん、ブラッシュアップしてこう改善すればいいと思うんですけど、うんうん、なんか僕そんなに困ってなかったっていうことに気づいたのと、はいはい、家事自体も結構好きだったので、うんうん、今は一旦ちょっとお休みをして、はい、家事自体に、うんうん、時間をかけたりしてもそんなにストレス自体も発生してないので、うん、一旦家電に対してこうお金をかけて、はい、改善していくってことはお休みしてます。うん、ということですね。はい、これも本当に、まあ、この界隈ってね、多分いろいろこれ買ってよかったとかいう情報ありますけど、はいはい、僕もそこら辺は慎重で、はい、皆さんね、こうやってインタビューしてるとあれこれってなるんですけど、はい、やっぱ一個一個高いですじゃないですか。いや、おっしゃる通りです、ね、そう、費用対効果どうなんだろうっていうので、はい、僕はすごい慎重なんですけど、はい、新さんも一応慎重。はい、すごい慎重だと思う。ですもんね。はい、でちなみに気になるアイテムとかそれでもあったりとかはするんですか？これ実際どうなんだろうみたいな。そうですね、今時間を削減するっていう視点で見ると、はい、今クイックルワイパーを使ってるのを、はい、自動掃除ロボットにすればいいですし、はいはいはい、乾燥機付き洗濯機も欲しいなっていう気持ちもあるんですけど、はい、一旦やめます。そう、なんかね、これ別の人とも言ってたんですけど、はい、掃除洗濯、はい、あとなんかそのポッピーアラジン的な、はい、全部で30万円もっとするかもしれないです、はい、それそれって結構勇気がいるから、はい、そこら辺本当にね、慎重な方がいいっていう、はい、ところでね。そうですね、はい、なんか選ぼうとするのにもエネルギーを使うじゃないですか、うん、やっぱり失敗もしたくないので。そうですね、なんかここまでしてこう完璧に仕上げるっていうのはちょっと 今はいいかなと思って。そうですね、はい、それこそ物減って時間も生まれるし、はい、まあ、家事が好きとか、まあ、家事してる時間もそんなに苦にならないのであれば、はい、まあ、そこまで何十万かけて買わなくてもいいかもしれないですね。そうですね、もうよっぽど忙しくて時間を生み出したいんだとか、はい、浮かした時間で副業でなんか軌道に乗せたいんだっていうなんか明確な目的があれば、ね、はい、買ってもいいかもしれないですけど。通りだと思います。はい、まあ、皆さんもちょっとですね、その辺気をつけていただいてということで、はいはいはい、ありがとうございます、はい、ではでは続いて手放したものですね。こちら1個あるそうなのでお願いします。はい、2の質問とちょっと重複してしまうんですけれども、はい、SNS ですね、はい、これはもう見る時間っていう感じですか？はい、そうですね、見る時間も見る量も減らしたって感じですか、ね。はい、なんか具体的にどの SNS が多くて何を減らしたみたいな。僕の場合はインスタグラムとかですかね。結構昔はな、気になる、はい、方がいらっしゃったら何も気にせずどんどんフォロワーして、うん、なんかインスタ開いたらいろんな情報がバーってどんどん更新されていくっていう状態だったんですけど、はい、そうするとやっぱり、あ、この人こんなの買ってよかったっておっしゃられてるとかって、はいはいはい、すごく有益な情報なんですけど、はい、多すぎるとやっぱ自分自身が処理に困ってしまうっていうことがあったので、なるほど、少し制限はさせていただくようにしています。ことです、はい、
ですね。ちなみにしんさんが以前そのインスタグラムでフォローしてたのは暮らし系の方ですか？暮らし系とその時はファッションに興味があったのでファッション系、その二軸でしたね。あ、なるほど、はい、でたくさんフォローしたから情報もたくさん来るし、はい、ちょっと浪費もしてたみたいな。おっしゃると。今はどんな感じなんですか、そのフォローの内容というか、どういう系をフォローしてるとか、はい、今は本当に親しい友人と あとは別で、アカウントを持っているので、そこはミニマリストの方 の情報はキャッチアップしたいので、ミニマリストの方に制限して入れるっていうだけにしています。ちなみにアカウント2つ作った理由とかはあるんでしょうか？プライベートと、あと今後あの SNS の発信とか僕自身はやっていきたいと思っているので、ちょっと分けようかなと思って、はい、ということですね、はい、フォロー数的にはなんかどれぐらいからどれぐらいに今減ったみたいなのありますか？ですね、おそらく200、300フォローしてたと思うんですけど、はい、今プライベートの方は多分30、40とかだと思います。はい、はい、お仕事の方は、お仕事の方はフォローさせてもらってるのは十数アカウントで、たけるさんもいらっしゃるんですけど、 ありがとうございます。じゃあだいぶ減った感じです。あ、そうですね、お仕事の方は逆に制限しようと思ってから始めたので、はい、自分自身が発信をする上で参考にさせていただきたい方を少しずつこうフォローさせていただいて、勉強させていただいてるっていうような状態です。ということですね。はい、ちょっと言いにくいかもしれないですけど、はい、そのたまにその定期的にフォローの見直しとかしたりとかしますか？ちょっと外したりとか、はい、させていただきます。はい、これはね、はい、僕もやったことあるんで全然いいと思いますけど、はいはい、なんかどういう、なんかどれぐらいの、期間で見直すとか、もう本当気まぐれですか？あ、そうですね、なんかこう普段見た時になんかこうもやっとしたなっていう感覚があった時に、今の自分にちょっと適してないので、外させていただくってことはこう意識してやらせてはいただくことはあります、ね。まあ、情報も少なからず影響もありますしね、はい、まあ、発信してる身なんでこんなこと言っていいのか分からないですけど全然いいと思います、はい、でもその別にその人が嫌いになったわけじゃなくてね、もちろんです。ただ自分のステージが変わったりとか、もちろん発信してる方のステージが変わったりとかして、はい、まあ、自分にとって必要かそうでないか、ただそうですね、今必要なものに集中させていただく選択を、うん、はい、ね、させていただければと思ってます。ありがとうございます。まあ、実際それで暮らしぶりとか変わりましたか？ SNS のフォローだって情報が変わって、はい、やっぱり情報量が減るので、うんうん、こうどうしてもそこに振り回されてしまって、うんうん、自分が見えなくなってしまう瞬間っていうのが起こりやすかったんですけれども、うんうん、やっぱりそれが少なくなったことで自分軸で生きるとか自分軸で選択するっていうことはしやすくなったかなと思います、うん、っていうことですね、はい。まあ、少なからずそのメディアたくさん見れば見るほどその人の生き方だったりとかね、はい、まあ、メディア その情報のなんか軸にやっぱ生きやすくなっちゃうから、はい、そうですね、僕の場合は影響されやすかったんだと思います、はい、私も同意です、ね、自分軸見つけたい方とかね、はい、自分らしさを見つけたい方は、はい、一旦そこから距離を取ってみるのも、そうですね、はいはい、おすすめだったりとかしますね、はい、はい、ありがとうございます、はい、では続いて4つ目のテーマは、しんさんが無理しない程度に始めたことですね、はい、こちら5つあるそうなので1個目からお願いします。はい、1つ目は誘いを断るということです、はい、いうことですね。これはあれですか、交際費の見直しのところですか？そうですね、はい、はい、交際費の見直しのところもそうですし、はい、なんかこう全体的に自分自身が前向きじゃないこうお誘いってものはなるべく断りをするっていうことも選択できるように意識をしています、うん、はい、ということです。まあ、いきなり全部が全部断れるわけじゃないですもんね。そうですね、はいはい、すごい苦手でした。まあ、そうなかなかね、特にまあお優しい方とかね、まあ、それこそちょっと目上の方とのお誘いは断りにくいといえば断りにくいけど、はいはい、この辺でなんかまあちょっと意識し始めてなんか変わったこととかありますか？はいはい、気づいたことだったり、意識し始めたきっかけが、僕 HSP って言って、なんでしょう、感受性が豊かって言い方ポジティブですよ。感受性が強くて敏感なタイプの人 HSP ってんですけど、そういう気質があるみたいで、はいはいはい、エネルギーを奪われやすいっていうことに気づいたんですね。なるほど、はい、なのでやっぱりこう自分が望まないお誘いだとか、あとは自分がこう何でしょうね、前向きにいられないところに行ってしまうとすごく消耗してしまって、もう家に帰ったら寝なきゃいけなくなったりとか、どっと疲れるみたいな、はい、おっしゃる通りです。ちょっとそういう気質があったので、はい、やっぱこう自分のために時間を使いたいなっていうふうに思ったので、申し訳ないんですけどエネルギーも限りがあるのでそうですね、はい、ありがたい好意のお誘いもあるんですけれども、少しこう自分自身のエネルギー量を調整して、はいはい、お断りをさせていただくようになったらば、うんうんうん、ちょっとこう何でしょう、まあ、毎日エネルギーがこう残った状態で、うんうん、自分のやりたいことにこう時間を使えたりとかってことができるようになってきたのはすごいメリットだ。なるほど、これ本当自分の体力というかね、精神的な体力も結構大事ですから、はい、残すこともね、はい、そうで結構ね、やっぱり人との関係が多くなればなるほど精神がすり合って、はい、やっぱり気使ったりとかすると、ね、はい、どっと疲れますしね、はい、
なんかその辺は例えば人間関係が変わったのか、あと例えばその入れるスケジュール、はい、なんかそれこそイエスっていうスケジュールの内容変わったのかとかはいかがですか。あ、そうですね、イエスって入れるスケジュールの量自体も、うん、あのなんとなくここまで入れてしまうと、はいはい、ちょっといっぱいいっぱいになってしまうなって、あの感覚が分かってきたので、はい、ちょっとこう予定が仮になかったとしても、うんうん、量的にここは一人の時間を設けないと、うんうんうん、ちょっとエネルギーが不足してしまうなと思ったら、あのお断りをさせていただいたりとかってことが増えたかなと思います、はい、もうスケジュール的にも余白が必要っていう、はい、僕の場合はそういうタイプの人間です、はい、ことですね、はい、で人間関係に関してはもう本当にもう自分らしさを出せるというか気使わない関係を大事にしてるみたいな感じですか、はい、そうですね、あの今あの親しくさせていただいている友人とかもいるので、うんうん、あのそことの時間だけで今人生としてすごく満足しているので、うんうん、無理にこういう関係を広げようとかっていうところはあまりフォーカスせずに生きているのが現状です、はい、いうことですね、はいはい、あと1点だけちょっと聞きたいのは、なんかうまく断るコツというか意識したことがもしあれば、はい、あ、はい、丁重にお断りするとか言い方なのか、はいはいはい、いやすごい難しいと思うんですよね、はい、あの親しい友人に関しては、はい、もう僕は HSP でエネルギーが不足しやすいってことを公言してしまっていて大事ですね、はい、あの素直にあごめんちょっと疲れてるから今日はいけないってことを言える環境を作ってるって感じです、はい、で例えば目上の方であったりとかってなると、はい、なかなかお断りしづらいとは思うので、うん、難しいですよね、はいはい、まあ、あの正直にあのなるべくお伝えはする意識はさせていただくと、はいっていうことですかね、うん、あんまりいい顔をしないようになったかもしれない、はい、断るときは断る人だなっていうふうに相手方も理解していただけるような関係性になってると気軽に断れるようになると思うんですけど、確かに確かに、もう誠実に丁寧に、ね、正直にみたいな、はい、感じですね、結構いい顔して、はい、行きます行きますって言ってしまいやすい性格だったので、うんうん、ちょっとそういった関係性になると断りにくくなってしまう、うん、確かにどんどん断りにくくなってきますから、ね、はいはい、で病気に関してもね、まあ、僕も持ってますけど、やっぱ言うとやっぱ気も使ってくれるし、はい、まあ、ちゃんと断ってもちゃんと理由が明確だから断りやすいっていうのもありますしね、はいはいはい、ぜひぜひ皆さんも参考にしていただけたらと思います、はい、では、続いて2つ目、無理しない程度に始めたことをお願いします。はい。はい、人からの評価を気にしないことですね。ということですね、はい。これは何かきっかけとか理由とかはありましたか？はい。やっぱこう、消費をするときって、結構人からどう思われるかってことを意識してしまって、うん、例えばこう、いい車に乗りたいとか、はい、なんかいい時計つけたいって思う感情が生まれたりとか、うん、っていうことがやっぱ起こりやすいなっていうふうに思っていますんで、なるべくこう、人からの評価ってことは、あの気にするんですけど、気にする性格なんですけど、うんうん、それを気にした上で、はい、何かあのアクションをするっていうことをやめるっていうふうに、うん、あの心の何でしょう制御をかける練習をすごくするようにしてます、そうなんですね、はい、どちらかといえば、まあ、人目は気にするかもしれないけど、はい、割と自分の心に従ってみたいな感じで変わってきた、そうですね、あのさっきの誘いを断るに関してもそうですけど、うん、これ断ったらなんか印象悪くなるかなっていうことを気にしてしまうと断りづらくなると思うんですけど、はい、あのそこはもう割り切ってもう気にしないって一回気にするんですけど、うん、はい、あ断っちゃったなって気にするんですけど、それをこう長く心に停滞しないように、はい、忘れるっていう練習をあの意識的にこう頭でやってあげるようにすると、なんかこう癖になってくるというか、確かに、そうするとこうなんか引きずる時間は短くなってきたなっていうふうに思います、そうですね、はい、もうこれ何事もかもしれないですけど反復練習が大事、そうですね、はい、はい、ことでありがとうございます。はい、では、続いて3つ目ですね。無理しない程度に始めたことをお願いします。はい、自炊も始めました、はい。はい、ということで、なんか自炊とかは割ともう最近健康的な食生活にしてっていう感じで、はいはい、なんか今後はどうしようとかありますか、はい、一応続けるみたいな感じ、今の食生活を、ね。はい、料理をするっていうのは結構、なんでしょう、うんうん、黙々と作業をする瞬間って僕自身には合ってるなっていうふうに思うので、一種のこうストレス発散にもなったりするので、まあ、コストをかけずに楽しめる趣味になるかな、はいというふうには思っているので、すごいですね、はい、少しずつやりたいなっていうふうには思ってます、はい、料理は好きみたいな感じ、趣味みたいな、なんか好きっていうほどのクオリティのものは全く作らないんですけど、あの男飯の中で楽しんではやれる状態です、そうなんですね、もともとですか、あでも小学校の頃とかも結構こう両親が仕事に出ていた時とかは休みの日は昼飯自分で作ったりとかっていうのはよくやっていて、あの苦ではなかったのでそんなに苦手なタイプではないと思います、はい、まあ、これ本当個性というか性格もあるかもしれないですけど、おっしゃる通りだと思います、はい、なんか料理を楽し
むコツとか秘訣があれば、逆に僕はあんまりもう やらなくていいんだったらやりたくないタイプ、はい、まあ、最近ちょっと健康意識してやってはいるんですけど、はいはい、まあ、それでも楽しむ秘訣とかコツがあれば、僕が楽しいって思うのは結構無心でこう例えば人参切ってても無心になれるじゃないですか、はいはい、なんかこう頭の中を空っぽにできる瞬間って結構人生そんなになかったりするので、はいはい、まあ、確かに確かに、なんか僕はその時楽しいって感じるんですよね。なるほど、じゃあ僕はあれですね、もう瞑想だと思って、あ、それもいいかもしれない、デジタルデトックスだと思ってやったりとか、瞑想の時間をプラス健康になるためっていう風な意識でやられると、はい、いいかもしれない、ね、もしかしたら変わるかもしれない、はい、ありがとうございます、はい、では続いて4つ目お願いします。はい、一食生活。おお、はい、なるほど、これも始められたということで、これなんかきっかけとかあるんですか。はい、前はまあ 2.5 食とかは食べてたんですけれども、なんかこう体調的にも胃があんまり強くなかったってこともあって、結構その食事回数を減らすと胃の状態も良くなるよっていうのは情報を目にしまして、はいはいはい、ちょっとやってみようかなと思って始めたところ、自分には合ってたので意識的にするようにはしてます。なるほど、これいつからですか、一食は。でもこれも2年ぐらい前ぐらいです、ね、はいはい、でも結構長いことやられてるんですね。そうですね、はい、なんか最近この1年ぐらいで本格的に、はい、始めたっていう感じですかね。なんか実際のリアルな効果というか、はいはい、逆にデメリットあったのかとかなんか気になりますけど、効果自体は胃がもたれやすい体質だったんですけど、はい、それはなくなってきたっていうところと、はい、お通じとかも良くなったと思います。はい、なるほど。でデメリットとしては、うん、肉体改造されたい方とかはやっぱり痩せやすくはなるので、うん、そういった部分は気にされる方はいらっしゃるかもしれないですね、うん、なるほど、はい、まあそうですね、体作りされたい方はカロリーが足りなくなったりとか、そうですね、糖質とかはやっぱり減っちゃうと思うので、うんうんうん、違った方法で取り入れるとか工夫は必要になってくるかもしれないです、うん、ということですね、はい、今後も一応一食生活は続けようかな。そうですね、なんか緩く一食生活をしているので、うん、いけそうな時は一食にするって感覚でやってるので、うん、なるほど、はい、まあ、節約にもつながりますし、うんうん、そうですね、やっていきたいなと思います。なるほど、はい、強制じゃなく緩くっていうのが結構ポイント。全然がっつり昼飯食べる時もあります。なるほど、はい、ということでありがとうございます、はい、では最後5つ目、無理しない程度に始めたことをお願いします。はい、ゆしゃんです。おお、なるほど、はい、これはいつぐらいから、結構長いですか。仙人さんがゆしゃん の動画を出されてて、じゃあだいぶ前ですね。あれを見て、はい、そんなことがあるんだと思って、少しやってみるっていうことをですね、はいはい、してますね。なるほど、はい、例えば、まあ、ちょっと頭皮がちょっと、まあ、ギトギトというか、ちょっと油ぎっしゅになるとか、腹筋が出るとか、はい、なんかそういうのはなかったですか。僕の場合は外出するときはヘアセットをするので、うん、やっぱり気になるなっていうのはあって、今は完全に例えばシャンプーとかリンスは手放せてないです、うん、はい、ただ例えば1日家にいて何もしてなかったときとかは、うん、もう油シャンにしてっていう形で、はいはいはい、何も髪の毛についてないときは油シャンにするっていう、ちょっとミニマムな取り入れ方をさせてもらってます。いいですね、もうオンとオフの日でちょっと分けてみたいな、はい、そうですね、はい、なるべく頭皮にちょっと負担かけないように、はい、僕はその方が合ってるのかなと思います、はい、そうですね、油シャン気になる方は仙人さんの動画か、はい、徳野さんとかもやられてるんで、はい、その方のチャンネルをご覧いただけたらっていう感じで、はい、ご自身の実体験としてはどうですか、なんか良かったですか、やって取り入れて。何でしょうね、はい、特にこう、うんうん、油シャンにすることによってデメリットってものはないので、うんうん、まあ、シャンプーとかリンス使わずにできる生活っていうのは、うん、なんか将来的になれたらすごく楽だなっていうふうには思っています。うん、そうですね、まあ、動作も減るし節約にもなるし、はい、そうですね、メリットは僕がやり方がこうミニマムなんでそこまで強くは感じられてないんですけれども、うん、なんかこうやられてる方で良かったっていうご意見はあるので、うんうん、少しずつこう何でしょう、取り入れていこうかなっていう状態ですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、ちなみに5つの中でこれ一番始めてよかったみたいな、取り入れてほしいって何かありますか。うん、難しいと思うんですけど、はい、誘いを断るですかね。お、なるほど、はい、一番に挙げた理由はそのアクションができるようになると、うんうん、自分のために時間を作ろうっていう意識がすごく持てると思うので、うんうんうん、はい、結構なあなあでこう何でしょう、時間を使ってしまいやすい方とかは、うん、一つそのアクションを思い切ってやってみることで、うんうん、結構大きく変わるきっかけに僕の場合はなったので、うんうん、はい、ちょっと勇気がいることですけど、はいはい、親しい友人から始めてみるとかで取り入れていただくといいのかなと思います、はいはい、断る勇気ということで、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、では5つ目のテーマは、はい、今度は頑張って挑戦したことですね、はい、こちら3つあるそうなので1個目お願いします。はい、投資です、はい、まあ、いわゆる金融投資、インデックス投資っていうところですかね、はいはい、やっぱ最初は勇気いりましたか。はい、もう博打だと思ってなるほど、ギャンブル的なね、はい、もう怖いなって思ってました、はい、もうシンさんは勉強されたんでしたっけ、その投資始める前とか。はい、ユミニャンさんの動画を見て、はい、あの
勉強というか楽しみながらあの情報を入れさせていただきました、はい、なるほど。結構、まあね、ユミヤさんお金重視で、ね、発信されてますけど、はい、まあ、いろいろ勉強してそこでちょっと不安が和らいで、はい、投資始めたみたいな、はい、おっしゃる通りです。本とかは読んでないはないんですか？本も一冊読みました、はい、山崎はじめさんの難しいことは分かりませんがお金の増やし方教えてくださいっていう本を、うん、これもユミヤさんがおすすめされていまして、はい、うんうんうん、はい、ちょっと読んでみようかなと思って読みました。ことですね。はい、まあ、でも本当投資する際は、まあ、なんか見ながらとか読みながら楽しめるような。そうですね。まずは不安意識っていうものを取れるように、うん、はい、うん、なんかこう情報を気楽に入れてあげるといいのかなと思います。っていうことですね。はい、なんか投資をして、なんかその先思い描く未来みたいななんかあったりとかしますか？将来こうしたいとか。そうですね。あの資産運用するっていうことができるようになると、やっぱりこう、なんでしょう。お金を稼ぐために働くっていう状況は、あの脱出できるのかなとは思ってますので、うん、ある程度こうそういったあの将来的な生き方っていうビジョンを持った上で、うん、あの目標金額等は設定してます、はい、ありがとうございます。続いて2つ目、挑戦したことをお願いします、はい、ちょっと節約とちょっと離れてしまうんですけれども、はい、発信活動っていうところで YouTube の発信を今やらせていただいてます、はい、なんかきっかけ理由とかはありましたか？はい、ですね、まあ、もともとあの YouTube 興味があったんですけれども、はい、こう今自分の人生の幸福って、うん、でどういうところにあるのかなって考えたときに、やっぱりこう自分の何だろうな、得意なことだったりとか好きなことを発信することで誰かに還元できると、やっぱ人生の幸福度って上がっていくのかなっていうふうに思ったので、何かちょっと発信するってことはちょっとやってみようかなと思って始めています。はい、順調に伸びてはいますか？あのおかげさまで、ありがたいことで武井さんの動画のおかげで、はい、視聴者さんのおかげ、武井さんの視聴者さんもあの見てきましたってコメントいただけたりとかっていう風にして、はい、徐々に増えて、はい、あのおりますので、はい、ありがとうございます。はい、ちなみに今後はどういう発信していきたいとか、まあ、今こういう発信してるよとかはあるんですか？はいはい、今力を入れさせていただいているのが、はい、ステ活のサポート活動を実際にさせていただいていて、友人だったりとか、あとは視聴者様 の、 あのステ活のサポートを実際にあのご自宅に訪問させていただいて、やらせていただいて、はいはいはい、おります。すごいですね。なんか元々まだしてなかったけど、はい、でもなんかその動画の裏側でこういうことをしたいんですって、はい、今元々聞いてて、はい、もう実際に今動き始めてるって。そうですね、ここ1ヶ月ぐらいすごい、はい、でも本当フットワーク軽くなってっていうそうですね、はい、楽しくやらせていただいてます、はい、もし、はい、なんか新さんにお願いしたいっていう場合は、はい、なんかインスタとかツイッターかなんかでご連絡、はい、DM とかすればいいですか？僕のチャンネル来ていただいたらば、はい、動画の概要欄に申し込みのツイッター貼らせていただいてるので、そこから、はいはい、ぜひ募集してますので、ことですね、はい、ツイッターですね。ツイッターです、はいはい、ありがとうございます。という感じで、まあ、発信活動もやって、はい、実際なんか何が良かったとかありますか？新しい出会いもありましたし、うんうんうん、あとはこう発信をする過程で、あ、自分ってこういうこと好きなんだなとか、あ、自分ってこういうものだったらこうストレスなく発信できるんだなとかって、結構自分を見つめ直すとか、はいはい、自分を知るきっかけにもなったなと思ってます。なるほど、確かに発信するとね、自分が分かってくるというか、そうですね、あ、これ話すの苦手だなとか、はい、これ撮るの嫌だなとかありますからね。ありますね。逆に今度は始めてみて、はい、まあ、始めたい方とかもいらっしゃるかもしれないので、はい、その逆にそのデメリットというか苦労した点とかも知りたいです。僕は会社員をやらせていただいてるので、時間を作るっていうのは結構苦労はしてますね。その辺はどう折り合いをつけてるとかはあるんですか？もう勤務時間は会社の仕事を必死で頑張る、はい、うんうん、終わったら切り替えるっていうこと、当たり前のことなんですけど、はい、この時間にやるっていうのはある程度ルーティン化させてやってます、はい、お仕事ある日も一応 YouTube の、まあ、それこそ企画考えたりとか撮影したりすることもある、はい、あります、はい、すごいですね。普通なんかお休みの日みたいなのは結構多いと思いますけど、そうですね、ちょっと力を入れたいっていうのがあるので、お休みの日だけですと、うん、ちょっと本数もなかなか今そんなにすぐにたくさんの動画作れるほどのスキルもないので、ちょっと様子を見ながら平日も頑張ってます。本当時間の工面がね、多分大変かもしれない、ね、YouTube は、はいはい、ありがとうございます。で、続いて3つ目は、まあ、先ほどでもちょっと申し上げていただきましたけど、はい、挑戦したこと改めてお願いします、はい、視聴者様の生活サポートっていうところを始めています、はい、ですね、はい、もうこれはもともとやりたかったから1ヶ月前ぐらいから、そうですね、はい、もともとそれをやりたいっていう気持ちが強かったので、まずは発信活動の一部として、うん、取り入れさせていただいてます。ちなみになぜステ活したいみたいなのになったんですか？もともと販売員だったんですけど、はいはい、その頃からなんかこう人のためにこう、うん、アドバイスをさせていただいたりとか、うんうんうん、自分の得意なことを人とこう相談をしながら、はい、人の悩みを解消するっていう過程はすごく自分自身適しているというか好きな、うんうん、ことだなっていうふうに思っていたので、うんうんうん、今やっぱ僕はミニマリストで
まあ、元販売員っていうところもあるので、結構ファッション系でお悩みの方とかの生活サポートをさせていただくと、結構なんだろう、自分にしかできないやり方で、あのお力になれることがあるんじゃないかなっていうふうに思ったので、なるほど、ちょっと挑戦してみようと思ってます。ことですね、はい。まあ、特にファッション好きの方とかね、服が好きな方とか、すごい共感してもらえるかも、はい、そうですね、あの僕自身もそれで捨てられなかったタイプなので、はい、でファッションに対するこう知識とかも経験があるので、こう限られたお洋服でおしゃれをしたい方とかは、ぜひお声かけいただけるとお力になれると思ってます、はい、ありがとうございます。ということで、はい、最後のテーマ6つ目ですね、はい、なんかその他、まあ、節約だったり貯金だったりとかで、はい、まあ、何か視聴者様に対してなんかシンさんからアドバイスしたいこととかはありますか。はい、3つ挙げさせていただいたんですけれども、はい、1つ目がですね、何のためにお金を貯めるのか、でどのくらい貯めたいのかっていうところ、うん、あの目的と目標を具体的にするってことはすごく重要だと思ってますということですね、はい。まあ、この辺もなんか本読んだり動画見たりとかで学ばれたんですか。そうですね、はい、それもありますね、はい、うんうん、はい、2つ目お願いします。はい、2つ目はですね、ちょっとあの伝えさせていただいたことと重複するんですけど、うん、やっぱ人との比較が出費につながりやすいっていうふうに思ってますので、まずは人と比べずに自分にとって必要なものだけにお金を使おうっていう意識をすることはすごく重要なのかなと思ってます。そうですね、見え張ったりプライド守ることにお金使っちゃうとね、はい、もう再現ないですからね、はい、そうですね、はい、っていうところで、まあ、人との比較とかはなるべく控えて。そうですね、はいはい、なんで簡単にもしその人との比較をするのを、まあ、やめたいって言ってもやめづらいじゃないですか、うん、難しいことだと思うので、はい、おすすめとしてはもうまずは物を減らしてみるっていうことですね、うんうんうん、自分自身に必要なものを把握するっていう目的で物を減らしてみるっていうことをしてみていただくっていうことと、うんうん、はい、あとは先ほどお伝えした SNS の量を減らして、こう極力マーケティングに触れないっていう生活をしていくと、人のなんだろうな、評価とか比較ってことをしなくなるってことにつながりやすいと思うので、うん、なるほど、はい、ぜひやってみていただけるといいかなと思います。はい、もう一旦消費社会から距離を置くっていうのも大事ですね、はい、そうですね、 100% 悪いってわけじゃないんですけど、もちろんです、経済で成り立ってるんで、そう一旦でも自分自身だけ距離を置くのもね、はい、そういう時期を持ってもいいと思います、はいはい、では最後3つ目お願いします、はい、で3つ目は、あの1人が苦手でない方は、うん、お金をかけずに1人の時間を楽しむ方法を身につけられると、うん、節約につながってくるのかなと思います。そうですね、はい、なんか具体的にどういうところで審査をやられてるとかありますか。はい、まあ、僕の場合は今は、YouTube の発信活動っていうところと、うん、まあ、あの視聴者様の生活のサポートの時間に注ぐっていうところで、まあ、そこはお金そんなにかからないので、うん、そこに時間を注いでますが、別に発信活動以外にも普通に読書でも、先ほど話した料理でも、何でもいいと思うので、自分自身でお金をかけずに楽しめる趣味を見つけられるといいのかなと思います。確かに、はい、そうですね、まあ、消費者としてもで、はい、ただ発信とか片付けは生産者としても、はい、なんかそこら辺でお金かからない、はい、趣味とかなんか熱中できることを見つけるというのが結構大事ということで、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、ということで僕からのインタビューは以上になりますが、最後、はい、動画のまとめとして、シンさんから視聴者さんに対して一番伝えたいこととかありますか。はい、あの僕自身も節約自体はまだまだ勉強中な身であることは大前提なんですけれども、はい、もう節約方法っていろいろあると思うんですけど、うん、僕は一番大事なのは自分が何に対してお金を使ってるかっていうところと、うん、使ったお金が自分にとってちゃんと価値として、うん、あの有効的に使えてるのかっていうところ、うん、そこを振り返ることがすごく重要だと思っているので、うん、あの僕の場合はそれをするために捨て活ってことをしたっていうのと、あとは家計簿もつけました、はい、あのそういった自分の支出を見直すってことをこう意識的に皆様も始めてみていただけると、うん、はい、いいのかなというふうに思います、はいはい、ありがとうございます。ということで最後にシンさんの SNS のリンク概要欄に貼ってありますので、はい、気になる方はぜひチェックしてみてほしいなと思います、はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。